演武開演。どうも、本日はこちらハウス食品フルーチェ蜜リンゴ味を食べたいと思います。蜜、普通にリンゴっていう表記じゃダメなのかな。では混ぜていきます。できました。ではいただきます。なるほど、蜜と名乗るのは伊達ではないということです。わざわざ蜜と表記していた意味が分かりました。リンゴの果汁感が甘みがすごく強くて、フルーチェにも牛乳と混ざり合ってまるで本物のリンゴを食べているような感覚になります。これだけ甘いのはフルーチェの中でもそうそうはありませんよ。すごいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。リンゴ最高。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。